君は知っているだろうか。鬼、軍師、封印されし者。三つのシークレットミッションを達成できる、夢のような月光デッキが存在するらしい。それをいつか紹介しようと思っていたら、キーカードが禁止になっちゃった。でも大丈夫。ユニキャリ君が密輸で逮捕されるまで、あと少しあるから。それまでに駆け込み密輸で、エクゾディアを揃えるぞー。さあみんな、密輸の準備は万全か？このデッキこそ密輸の真骨頂。月光エクゾ。モリンペンが知る限りでは、このギミックを最初に考えたのはガチネタフリーデュエルのシロナさんです。それをモリンペン流にアレンジさせていただきました。プラチナ帯のランクまでも通用します。デッキレシピは概要欄と、マスタージュエル内のデッキ検索で。構築は普段の月光先行ワンキルと似ていますが、必須 UR が追加で4枚必要になります。じゃあ、それを確認しましょう。竜の警告、1枚。神聖魔皇后セレーネ、3枚。以上です。次に密輸ルートの確認ですが、実際に展開を見てもらった方が早いので、ランクまで回した対戦動画をどうぞ。初動札はタイガーとカレードチックの2枚。これでエクゾディアが確定です。演武天気でカレードチックをサーチ。そのまま通常召喚。効果発動してイエローマーテンを墓地に落とす。タイガーをペンデュラムゾーンにセットして、墓地から月光を蘇生。2体でエクシーズ。手札にいるのでサーチしないで、シンギングレイニアスを特殊召喚。2体でリンク召喚。デッキからレイダーズウィングを呼ぶ。墓地のイエローマーテンでタイガーをバウンス。2体でエクシーズ。フォースストリクスの効果発動、ゼピュロスをサーチ。ワイズストリクスが反応してランクアップマジックをサーチ。そのまま発動。エクシーズ素材を外してレイダーズウィング自己蘇生。2体でリンク召喚。ドラグニティナイトロムルスの効果発動。竜の警告をサーチ。そのままフィールドに貼って効果発動。手札のゼピュロスを捨てて、レガプスをサーチ。ドラグニティがいるので特殊召喚。ベアトリーチェの効果発動。墓地に精霊の召喚師を落とす。タイガーをセットしてから、2体でエクシーズ。タイガーでカレードチックを蘇生。いつものデッキ圧縮。ドゥガレスの効果発動。墓地に落とした精霊の召喚師を蘇生。魔法使い族を含む2体でリンク召喚。セレーネはフィールド墓地の魔法カードの数まで魔力カウンターを貯める。フィールドから墓地に行った召喚師の効果発動。デッキから魔法使い族の通常モンスターをサーチ。まずは右足。魔法カードはフィールドに3枚、墓地に1枚、仮に演武天気がなくても3つ貯まる。カウンターを3つ使って召喚師を蘇生。3体でリンク召喚。セレーネの魔力カウンターが溜まって、精霊の召喚師の効果発動。なんかさっきも見たな。デジャブかな？今度は左足。また魔力カウンター3つで蘇生して、3体でリンク召喚。闇属性のカレードチックは残しておくこと。もう完全に理解しましたね。右腕を持ってくる。最後は2体でリンク召喚。さあ、お待ちかねの。左腕をサーチ。
ユニオンキャリアーでカレードチェックに頭を装備。それをゼピュロスでバウンスした瞬間。5枚揃ったのでデュエルに勝利しました。これが密輸の力だ。さて、ここからがモリンフェンの本領発揮です。さすがに必須 UR を4枚追加するのは高いので、3枚に減らしました。竜の警告は生成しないでもいいです。その代わり、初手に1枚は魔法カードを引いてください。セレーネの魔力カウンターを貯める都合上、それだけは譲れません。完全2枚初動ではなくなりますが、安くなるからいいよね。こっちの展開も見てみましょう。基本ルートを確認するため、手札を温存して動きます。エメラルドバードを通常召喚。セレナードダンスを墓地に送ってワンドロー。そのまま墓地から除外して、カレードチェックを特殊召喚。月光画を捨てたので墓地に魔法カードが1枚溜まりました。イエローマーテンを落としていくシーズ。今度はちゃんとシンキングレイニアスをサーチ。2体でリンク召喚。ここで呼ぶのはゼピュロス。タイガーで月光を蘇生して、2体でエクシーズ。レイダーズウィングをサーチ。それに反応してランクアップマジックをサーチ。あとはベアトリーチェとジュガレスを立てて、さっきと同じ流れですね。ちょっと早送り。ここでカレードチップを蘇生していますが不要です。余計に展開してしまいました。ジュガレスで蘇生してセレーネをリンク召喚。魔法カードはフィールドにタイガーが1枚、墓地の月光画とランクアップマジックで2枚、合計3枚です。これで魔力カウンターが3つ乗ります。魔法カードさえ初手に1枚あれば、竜の警告などいらないのだ。さて、繰り返しなので早送り。これが正真正銘、最後のユニオンキャリアーの仕事。最後まで誇りを持って密輸してくれました。ありがとう、ユニオンキャリアー。じゃあシークレットミッションを確認してみましょう。見てください。ランクまで10回エクゾディアで特殊勝利したら、ミッション達成しましたよ。称号、封印されし者。なんとか間に合った。駆け込み密輸したおかげだな。まあ。あさってから封印されるのはユニキャリ君の方なんだけどねー。よかったらみんなも月光デッキで駆け込み密輸しようね。終わりん。チャンネル登録、高評価をしてくれないと、モリンフェンが密輸されちゃうよ。ストレージで10円だよ。